皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は仮面ライダーメモリーオブヒーローズのファミ通紹介をしていきたいと思います。最新作はヒーローチェインアクションです。オリジナルストーリーが展開する新しいライダーゲームが登場します。セクターシティを舞台に3人のライダーたちがクロスオーバーします。ストーリーはゲームオリジナルのものとなっています。仮面ライダーダブルはある理由で島に訪れましたが、仮面ライダーオース、仮面ライダーゼロワンは別の目的を持ってセクターシティに現れたようです。プレミアムサウンドエディション特典を紹介します。プレミアムサウンドエディションはオープニングやキャラクターソングなどのオリジナル楽曲を収録しています。カスタムサントラ機能によって劇中の BGM そのままでプレイ可能となっています。さらに本作のオープニングムービーを手掛けた坂本浩一さんのメッセージなどが見られるデジタルアートコレクションもあります。ではキャラクターを紹介します。仮面ライダーダブル翔太郎、キャラクターボイス細谷義正さん、フィリップの声、キャラクターボイス内山幸喜さんです。ガイアメモリーの力で左翔太郎とフィリップが共に変身します。2人で1人の仮面ライダーで、本作では詳細不明の依頼に探偵の勘を頼りに挑みます。続きまして、仮面ライダーオース、キャラクターボイスは鈴木達久さんです。3枚のコアメダルを使って変身する仮面ライダーです。テレビ作品では変身に必要なコアメダルを失ったはずですが、本作ではどのように変身するのでしょうか。そして仮面ライダーゼロワン、キャラクターボイスは高橋文哉さんです。プログライズキーを用いて変身する仮面ライダーで、ダブル、オーズという2人の先輩仮面ライダーたちとどのようにクロスオーバーするかも見ものです。メモリーの組み合わせで縦横無尽です。ダブルは6つのメモリーの組み合わせで9つのフォームにチェンジ可能です。サイクロンジョーカーは風の力で空中ステップなどが可能となり、縦横無尽なアクションで戦います。オーズはメダルでコンボを決めます。7つのフォームにチェンジできて、フォームの1つタトバコンボは爪のトラクローによる攻撃に剣のメダジャリバーでの斬撃とバランスがいいです。そしてフォームチェンジが鍵を握る01は、基本フォームのライジングホッパーは強力な脚力によるハイジャンプが可能です。他にもシャイニングアサルトホッパー、メタルクラスタホッパーなどのフォームが登場します。早期購入特典は、一定の確率で必殺ゲージが上昇するスペシャルモーションを収録しています。というわけで今回はこの辺で仮面ライダーメモリーオブヒーローズのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。